頑張れるっていう。これでも攻防という意味では中村さんどんな風に見てますか？はい、そうですね、やっぱり武尊選手がうまくパス打ちは慣れましたけど、そこ行くまでにはね、やっぱ膝とかうまく使って削ってって、やっぱりいい状態で打ち合ってる感じはしますよね。プレッシャーもかけて。でもさっきので倒れないんですもんね。そうですね、当時が。おお、タイトルマッチ、これまでの誰とも違うアプローチでタケルに挑んできた、そのコーチです、チャレンジャー。右入れたコーチ、ひざタケル、ミドルストレート、スイッチした山田コーチさん、右フック打ってきます。コーチこれ倒れるのか、意識を飛ばさない限り倒れないかもしれない。あ、でもタケル選手クロ、ね、スリッピングアウェイでうまく避けてますよね。そうですね、前蹴りも、前蹴りは今度はコーチの方だ。ジャブ見ています、タケルもよく見ています。タケルが出てくる、左フック、右返した、笑ったタケル、タケルを笑わせています。左効いた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 、タケル、タケル一発の倒し、倒れない、試合
やってる、リードが高い、右のボディフック、コージ喋れなかったですね。いやーでも本当にいい試合でしたね。サマスさん、こんな空気初めてでしたね。いや、コージ選手の本当進化がすごい見られましたね。まさにそこですね、はい、強かったです。しかしまだ判定は出ていません。今ジャッジペーパーが集計されています。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ自身は30対15